おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの長谷部五郎です。マテリアルのあゆみです。カモンの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。様々なっていうのもね、まあまあまあこれさ、ほらマスクあるあるやろ。マスクしてたらまあがんで、まあまあまあって続くのがなかなかいいんで、まあそれはいいです。今日ちょっと早いかなあかんから。はい、今日は6月18日です。さあ、今日はどんな考古学出発の日となってます。出発の日、はい、1877年明治10年で、はいはい、6月18日に大塚も、はい、大森貝塚、はい、大森貝塚を発見、はい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 、発掘したアメリカの、モース博士が来日した日となっております。はい、モース博士は大塚貝塚を見つけた人です、はいはい、大森ですね。大森ですね、はい、大塚大森貝塚を見つけた人、はいはい、ですよね。はい、はい、で汽車で横浜から新橋に向かう途中に貝殻が蓄積しているのを発見して、後に発掘調査が行われる場所となりましたという、あの、ね、品川の近くのところですよね。そうなんです。昨日ちょうどたまたまね、はい、あれ見ましたね。鉄道開通の物語を NHK でやってて、そう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 、あの当時だからあれなんですよ、あの海を走ってたの、ね、新橋出て品川まで海から、でそこから入ってる、そこまでの間が陸軍とかの土地になってたりとかして、土地買収ができなかったらしくて、で海走らせろっつって、海にあの築堤っつって、あのお台場っていうか、あの砲台を置く台場みたいなやつを海の中にブワーってつなげて、そうそうそう、海の上にその石垣組んで、その上にレール乗せる。で今もそこも海じゃなくて陸地になってるから、でそれが今発掘調査で発掘されるんですよ。はい、それのに乗ってる最中に、はい、だから海辺のところから何やろあの貝がいっぱいっていうのを見つけはったよね、多分ね。もうさっきとかいろんなものが見つかって発掘されていた。これだってあの中学生か高校生の時に習うよね、多分モーサルセの大森貝塚発見っていうのね。はい、なるほど。はい、もう一つがおにぎりの日です。はい。はい、石川、六歳町っていうところで、縦穴式住居から日本最古のおにぎりの化石が発見された。 おにぎりが化石になってたの、はい、めっちゃ上がるなそれ、はあ、おにぎりの化石は炭化して黒い椅子のように見えて、弥生時代の中期のものと推測された。弥生時代中期にもう握ってたやん。よくわかったねそれ ね、もう調べたんでしょうね、めっちゃ。おー、すげえ。おにぎり発見された日となってます。すごいね、なんか、はい、弥生時代にもうおにぎり握ってたって、もうそれなんか塩使ってたんかなとか思うよね味はないの、具ないやろ、そう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 、何が入ってんやろと思うよね。でもね、木の実かなんか入ってたから、ね、あーかもしれないんですよ、ね、なんかどんぐりくるみみたいなやつなんか入ってると、なんかちゃんとね栽培してお米作っておにぎりにしてってことです。はい、以上です。はい、はい、ということで、はい、すいません、僕があのまたしょうもない話を入れたので話なくなってるんですが、はい、では、このプレゼンありかなしてるから、はい、先週から、ね、私ね、はい、言ってましたね、はい、はい、すごいやつが来ました。すごいですね、すごいすごいですね、すごいやつが来た。これって何芸人として呼んだらいいの、芸人さんになるの、なな、え、演芸、何アーティスト、アーティストか、アーティストになるのかな、はい、はい、まあところがね、実はね、はい、今僕が撮影する映画で、役者としても出演していただいてるんですよ、はい、はい、で、そうしましたね、僕ね、あ、そうだ、おじさんとして、ね、はい、共演しましたね、はい、で、またそれをまた映画で見ていただければなと思うんですが、はい、はい、今日は来ていただきました切り絵アーティストの、はい、辻翔くんです、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、辻翔くんです、はい、で役者もやりつつで今でも大学で勉強してるんだよね。そうですね。何の勉強してんの？大学で勉強していることはアートプロデュース学科というところ。ああ、なるほどなるほど、はい、アートのプロデュースを学んでおります。プロデュースを学んでてで今日は何できたの？今日は、髪切りをしに来ましたね、はい、はいはいはい、ということでですね、やっていただくんですか、ね、はい、やりますよ、はい、やります、やります。いや、これがね、何がすごいのかっていう話なんですよね、はい、はい、何がすごいの、何がすごいの、それは、いや、普通切り絵って言ったらさ、はいはいはい、あの、こうね、
切って誰々の顔になりました言うて最後こうバッてこうやって見せるっていう、いうのが切り絵じゃないですか。なんか板にこうくっつけたみたいな。この人の切り絵は 3D まあ立体になる、立体なんですよ。立体でだからなんか鳥って言ったらほんまに鳥の形でなんか羽広げてるんだみたいな ね、あのちょっとだからこれ口で説明しててもわかんないん で、ね、もう早速やってもらいましょう。はい、はいはいはい、ということで、このプレゼンありかなしかスタート。はい、どうも、改めまして立体神木石の辻翔と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、まあもう何をするんやっていう話ですよ。さっきまあまああの立体紙切り師っていうことでね、あのこう先ほどはまあ平面じゃなくてこう立体的なものを作るっていうのをまあ言っていたんですけれども、まあね、早速やっていった方がね分かりやすいと思いますので早速やっていこうかなと思います。まず最初にですね、先ほどあの今日何の日かっていうのでね、考古学出発の日なんていう風な話がありましたんでね、私の大好きなティアノサウルスを作ってみようかなと思います。イエーイ、ということでね、じゃあ早速切っていきます。これね、紙を半分に折ってますね。半分に折った紙をですね、シャキーンと、ハサミを入れて、どんどん切っていきます。よいしょ。ね、まあ、ティアノサウルスって言いますとですね、まあ、こう白亜紀最大の肉食恐竜というね、まあ、ふうな異名がついてるわけなんですけれども、まあまあ、すごいんですよ。やっぱりね、あの歯の長さがまずとんでもないんですね。大体ね、一番長いので30センチほどと、言われております。すごい長さですよね、本当にね。もう噛まれたらひとたまりもありません。しかもね、あの分厚い歯なんですよ。だからね、こう肉を切り裂くだけじゃなくてね、骨まで噛み砕くことができたっていうんだね。あのいろんなものをね、こうバク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 ね、あの他の生き物じゃ食べられないものまでこうガクガクとね、食べていったことができたっていうね、そういう風な、恐竜さんでございますね。でですね、あの頭がとっても大きいのでですね、バランスを取るためにあの前足の部分がすごくちっちゃくね、退化しております。まあある意味進化なんですけどね、そんなこと言ってられてね、外側が出来上がってまいりました。さらにですね、ここの顔の部分にですね、切り込みを入れていきます。こういう風にね、ギザギザーっとね、ギザギザをこういっぱいね、作っていきます。よいしょよいしょよいしょ。でこういう風に切りまして、ここの部分にですね、切り込みをさらに入れまして、目玉を入れますね。よいしょ、こんな感じで、切り取っていきます。よいしょ。さあ、ここまで来ましたら、切るのはおしまいです。一度パカッと開きますね。パカッと開くとね、これなかなかお目にかかれません。ティアノサウルスの開きでございます、これを折って立体的にしていきますね。こう開いた後にですね、これジャバロリじゃない、これダンオリって言うんですけれども、山オリと谷オリをこう連続してやる、このダンオリっていうのをですね、いろんなところにこう折っていくわけなんでございます。そうすることによってですね、このもう一度半分に折った時に、まあ、関節がね、だんだんついてきます。そしたらですね、ここの部分がね、こう徐々に徐々にこう傾けていくことによって、でよいしょ、このね、生き物の姿勢をね作っていきます。それでね、パカッと最後にね、切り込み入れた部分の口を開きますと、じゃじゃーん、立体的なティアノサウルス完成でございます。他のもね、こんな感じですね。はい、じゃじゃーん、まあ、こういう風にですね、いろんなね動物を立体的に作ってるわけなんでございますがですね、普段はお客さんからこうリクエストをいただいてですね、はい、お好きな動物をお作りするっていうのもねやってるんですよ。ということで、ちょっとリクエストを受けてみようかなと思います。はい、じゃあ何か作ってほしい動物ないでしょうか。よいしょ。じゃあ、カエル、カエルさん、あ、いいですね。まあ、梅雨入りしましたもんね、もうね、はい、結構ジメジメとした季節でございます。果たして撮影の時に雨が降らないか心配なんですけれどもさあ、それじゃあね、もう早速もう10分しかありませんからね、はい、やっていきましょう。じゃあカエルさんを作っていきます。じゃあね、これ緑色の紙ですね、これ半分に折ってます。さあ、それではね、カエルさん作っていきますね。カエルと言いますとですね、まあ、いろんなことわざなんかもありますけれどもね、カエルの子はカエルなんていうね、ことわざがあるんですけれどもね、あの一度皆さん思ったと思いますね。カエルの子ってオタマジャクシじゃんってね、絶対思ったと思うんですよね。僕も思うんですよね。もう他の生き物にすればよかったのに、なんでわざわざこう親と見た目が違う生き物をってこう思ったんですけれどもね。あ、でも意外とですね、このカエルっていうのもですね、オタマジャクシで生まれてくるカエルもいれば、ちゃんとカエルの姿のまま生まれてくるカエルっていうのもいるそうなんですよ。そうなんです、そうなんです。これ意外とね、あので全体の約 20% ぐらいは一応そのカエルのままでこう生まれてくることもあるそうなんですね。で、まあその中でもですね、僕一番ちょっとね、いいなっていうね、カエルがいましてですね、あのコモリガエルっていうね、コモリガエル、カエルさんがいるんですよ。現地のお名前でね、ピパピパって言うんですけどね、名前が可愛いじゃないですか、もうピパピパってね。で、どういうカエルなのかっていうとですね、すんごいすごいお母さんなんですよ。めちゃくちゃいいお母さんでね、どういう風なカエルかっていうとですね、卵をね、産むんですよね、こう産卵しますと。そうしたらですね、こうくるっとお母さんがひっくり返ります。
そうするとですね、背中にね、その大量の卵をこう受け止めるんですよ。うん、で、そしたらですね、その卵のつぶつぶがですね、あのお母さんの背中にこうズブズブっとこう入っていきまして、で、こう、なんていうんですかね、一体化するんですね。そのお母さんの背中にこう大量のつぶつぶの卵がですね、こうくっついて、で、要はそれを背負ったままこう子守するっていうので、子守ガエルっていう名前がまあついてるんですけれども、で、こう毎日毎日それでこう生活してですね、どん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 その大きくなるまでずっと背中にくっつけたままね、こう過ごすわけなんですよ。で、産卵の時です。もう帰る時ね、この卵がね、一斉に帰ります。するとですね、そのお母さんの背中のいっぱいある穴の中からちっちゃいカエルが、にゃーってこう出てくるんですね。ね、でだからもうすごいなとこう見た時ね、いや母の愛だなとか大自然の神秘ですねなんてね言いたいところなんですけどね、シンプルに気持ち悪いですよね。もうね、ぜひ皆さんね、この後YouTube で見てる方々ね、ピパピパとかね、子守ガエルって後で検索入れてみてくださいね。絶対見ない方がいいですからね。もうびっくりしすぎてね、ひっくり返りますよ、ね。言うてね、感動的やったら思いましたね。ねえ、まあ毎回やや受けなんですけどね、こういう時ね。ね、さあさあそんなこと言ってる間にね、出来上がってしまいました。よいしょ、こんな感じで、よいしょ、立体的なカエルさんが、完成でございます。じゃじゃーん、ね、ね、これ出来上がったカエルもこうひっくり返るっていうね。もう基本こういうことしか言いませんけどね、あんまりね反感を買わずに、ね、我慢、うん、していただけたらなと思いますね。何言われてもケロッとしてるんですけど ね、基本こういうことしか言いませんよ。はい、ということでね、さあなんやかんやでもう最後になってまいりました。今度は最後はですね、長い髪を使いまして竜を作ろうかなと思います。さあね、もうこれ毎回見せ場なんでございます。それでは竜をね、だんだん作っていこうかなと思います。さあ竜と言いますとですね、まあこれまたね面白い話がたくさんあるわけなんでございますが、竜のね鱗の数皆さんご存知でしょうかね。鱗、これまあ神の獣神獣なんて言われてるね、竜でございますが、そんな竜の鱗の数、これねなんとね81枚と言われてますね。なんで81枚なのとか思うんですけれどもね、これも実は理由はちゃんとあったりするんですよ。さあそんなね竜の81枚1枚ある鱗、1枚だけね逆向きについている鱗っていうのがありますね。これに触られるとですね、竜はとんでもなく怒りまして、その触った相手を食べたりとかね、殺してしまうそうなんでございますが、そんな逆向きについている鱗のことを、はい、突然クイズです。何と呼ぶでしょうか。はい、激鱗です。おー、素晴らしいですね。激鱗、そうです、大正解、拍手ってね。で毎回繁盛亭ではこういう風にやってるんですけどね、キャパが3人なんでね、ここね大した盛り上がりもなくね、やっておりますが、さあそんなことを言っている間にね、外側が出来上がってきました。よいしょ、まあこんな感じでギザギザーっと切りましてね、言ってる間あと2分半しかないよ。さあ頑張っていきましょう。さあ、さらに切り込んでいきます。そんなね、まあ、逆向きについている鱗、激鱗っていうね、まあ、激鱗に触れるっていうね言葉の由来になったお話なんでございますがね、まあね、だから皆さんもしね、あの人の激鱗に触れちゃったねなんていうねことを使うことがあればね、ぜひともねこの話も思い出していただけたらなと思いますね。まあ、使う機会ない方がいいんですけれどもね。さあ、そんな龍のさん、龍のね、背中の部分にですね切り込みを、入れてまいりますね。こういう斜めの切り込みをどんどん入れていくわけでございます。そうすることによってですね、これ面白い効果を発揮するわけなんでございますが、よいしょ。さあ、それではですねパカッと開きまして、ね、なかなかこれもお目にかかれませんね。龍の開きでございますよね。はい、もう千と千尋の世界観ですね。さあ、それでは折っていきましょう。まあね、他にもね話はありまして、登竜門っていう言葉皆さんご存知ですかね。登る龍の門と書くわけなんでございますが、この龍門っていうのはですね、中国にあります龍門山っていう山をね切り開いてできた急流のことなんでございますね。この急流をですね登り切った鯉がいたならば、その鯉はそのまま龍になってしまうだろうというね、そういう言い伝えがございまして、そこからですね、この人々の立身出世の石門のことをこう登竜門と呼ぶようになったというわけなんでございますね。5月5日の端午の節句にですね鯉のぼりを吊るすっていう風習もありますけれども、あれもですね、その登竜門にあやかって、子供の立身出世とか健康を願ってこう鯉のぼりを吊るすようになったという、そういうお話なんでございますね。でですね、中国のね、その登竜門に似た言葉にですね、六六転じてくくりんをなすっていうね、言葉があるんですけどね、全く同じ意味なんですよ。じゃあどういう風な成り立ちでできてるかっていうとですね、この六六っていうのはですね、鯉のことなんですね。でなんで鯉のこと六六っていうのっていうとですね、鯉の鱗って
大体36枚って言われてるんですね。はそう36って 6×6 で36で66行なんて言われてるんですよ。じゃあくくりは何かっていうとですね、これ 9×9 で81っていう、さっきねこう出てきた竜の鱗の数のことをね言ってるわけなんでございますね。さあそんなことを言っている間にね、こんな風な鱗の形も出来上がってまいりまして、じゃじゃーん、立体的な竜完成でございます。ね、どうやー良い子だみたいなね。はい、というわけで、立体紙切り師水晶でございました。どうもありがとうございました。パンもぴったり、終わりました。いや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 、すごいよねこれ。めっちゃすごい。カエルにね、カエルっすよ。で、竜よくこの短時間でこのクオリティでこれね、10分ですよ。ねえ、10分でこの3体結構喋ってた。ねえ、いやいやいや、面白い。すごい、すごいですね。ちょうどね、すごいですね。はい、ということで、はい、もうこれ以上何かの質問するとかないのかっていうよりはもうね、そのまま、判定いきましょうか。そうですね、はい、あれ判定のあれは、あ、持ってる。はい、じゃあもうそのまま行きましょうか。はい、はい、それでは、はい、一応言うとくと、はい、罰が出たら、はい、顔にモザイク、またはまあ、一応それ希望を聞きますけど、目線かどうかえボイスチェンジャーで声変えられちゃうっていう。なるほど。はい、はい、え、はい、そんなことか。過去1回だけありましたけど、はい、何があったの、時間オーバーした。あ、時間は大丈夫やったから、ね、そうですね、時間はね、大丈夫でしたからね。はい、ということで行きたいと思います。このプレゼンありかなしか判定。溜めるからちょっとドキドキしますね。そうそうそう、あのね、なぜかね、まあまあ、まあ、別にどっちでもええかとか思っててもなんかドキドキするのよ、ね。はい、いやいや、今日どうもありがとうございました。いや、ありがとうございました。ね、すごい素晴らしいですね。もう何も言うことないねんけど、いやでもこれ どういうこれ別に誰かについて教えてもらったんじゃないよね。あ、そうですね、基本的に本当に独学でやらせてもらってまして、ね、はい。これだから、ね、思いつくわけ。なんかある程度型みたいなのは確かにあって、うん、そのまあ動物はこういう風な骨格があるから、はい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 、それをまあだからその動物に合わせて形をちょっと変えたりとかして、うん、作っていくみたいな感じではやってはいるんですけど、まあ割とそうですね、頭の中である程度見た時に、あ、これはこうした方がいいなみたいなのを考えてからやっていくみたいな感じですかね。だってほらティラノサウルスの顎とかさ立ってるね。あ、日本橋で立ってるね。顎、ね、これもすごいよね、いい顔してますねこれ ね、うん、しばらくこの辺置いといてもらおうか。はい、ということでですね、今日は僕の作品灯るって映画の作品では、はい、ヒロインの相手役で出ていただいてるんですが、はい、もうね、どんな演技を見せてくれてるか、それもまた皆さん楽しみにしていただきたくて、特にね、後ろ姿で走ってる、あ、ちょっとやめてください、やめてください、それ触れたらあかんの、触れたらあきません、そうか、あきませんし、撮り直しますよね、頼みますよ、本当に。いや、撮り直したら雨降るからな。いやな、ね、ね、はい、まあ、いろいろデータはあるんで、はい、また、また遊びに来てください。はい、ありがとうございます、はい、どうも今日はありがとうございました。立体紙切り師の、辻翔君でした。ありがとうございました。はい、では次、あゆみ、はい、マテリアルの情報です。はい、今日と明日はマテリアル雑貨店2日間だけのオープンとなっております。はい、ぜひぜひお越しください。10時から18時、はい、これね、見終わった方、ね、はいはいはい、皆さんどんどん来てください。はい、はい、いろんなね商品置いておりますので、うん、はい、お越しください。そして20日ですね、はチームラッシュ走るイベントございます。はい、はいはい、ぜひお越しくださいませ。はい、1000円の参加料がいただきまして、はい、皆さん一緒に走りますので、はい、ぜひぜひお越しください。18時オープンで19時から走り出します。はいはい、そしてクリプトスタディは私のお勉強会が23日ですね、はい、でございますので、こちらも合わせてご参加ください。はい、お待ちしております。はい、はい、じゃあ終わりです。はい、ということで、はい、今日のグッチャイなんですけど、はい、今日のグッチャイですね、はい、最初に言ってたように
映画の紹介です、はい、映画の紹介です、うん、でまたインタビュー行かせていただきました、はい、まあ、というかリモートでインタビューなんですけども、はい、そちらをご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。の秋元と申します。鉄くずを買い取らせていただけないかと。何にもしないで毎日ドライブしてる人バカそうでしょ。秋元さん生きてて何が楽しいんですか。別に別にばっかじゃないですか。じゃあ谷口は別に。あ、キケロキケロプエルト天気不明。その子うちに来た日に行方不明になったらしくて。でも俺見ちゃったんだよ。見える。人生終わっちゃってもいいんすか。やる気ねえのやめしなよ。君は怒りに満ちてる。痛くないものから目をそらしちゃダメなんだ。そうやって戦争が起きるんです。受け入れます。南北世界は俺やね。なんでこうなるまで気づかないの。あーでも僕には関係ありませんから。周りはどんどん変わっていっちゃうね。新しい世界ってどんな感じなの。ちょっとワクワクしてきた。おっさん何笑ってんの。笑ってませんよ。笑ってんだろ。笑ってません。笑ってんじゃねえか。笑ってませんって。夜を走るという映画の監督であります佐向大監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、まずはですねこの夜を走るっていう作品、まあ、私も見させていただいたんですが、監督の方からどんな内容か簡単に説明していただいてよろしいですか。舞台は、まあ、関東近県の鉄くず工場なんですね。でそこで働く2人の男がいて、で1人はまあ、上司からいじめられているような男 でもう1人の方はうまく日々を渡っているような男 でその2人は結構仲良くてですね、で一緒に住んだりもしてるんですけども、ある日を境に、ある夜の出来事を境に彼らの運命がガラッと変わっていくという話です。簡単に言うとそんな感じです、はい、そうですよね。完全に変わっちゃいましたよね。すごい変わるんですよね、はい、だから、はい、そこまでの日常描写というか日常的なその業務の話であるとか人間関係であるとかっていうのを見せていくっていうのはものすごくリアリティのあるというかリアルな感じで進んでいっていて、でその夜の事件をきっかけになんかそんなことが起こってくるのみたいな話がどん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 なんか詰め込まれていくんだけれども、それもでも含めてあるかもしれないよねっていう微妙なラインのところをずっと走ってるっていう気がしてたんですけども、うんうん、でこの作品っていうのがもともと構想されたの時代だいぶ前なんですよね。そうですね、今から言うと10年ぐらい前に、ね、まあ、この作品の原型は考えて、はいはい、原型からはだいぶ変わってますか。だいぶ変わってます、はい、これがですね実はその大杉蓮さんがご存命の時にこの話が実は上がっていて、うん、まあ、本来なら大杉蓮さんが初めてプロデュースする作品になる予定だったという、うん、今から本当10年ぐらい前に、はい、調査を受けて、はい、ザッコという事務所だったんですけども、はい、そこの若い役者さん結構いらっしゃって、でその人たちと一緒にワークショップみたいなことをやっていたんですよね、はいはいはい、まあ、ある日そのワークショップの帰りに大杉さんに、うん、ちょっと映画作ろうよっていう話をされて、うん、でなんか今温めてる企画ないのっていうふうに聞かれた時に、うん、まあ、ちょっとその時に僕の中でこういう鉄くず工場舞台に男2人の話ってなりたいなと思っていたん でその話をしたら、じゃあ面白そうだからそれやってみようっていうのは、まあ、今から本当10年ぐらい前の話です。なるほど、じゃあその鉄くず工場で働く2人の男の話っていう、そう、まあ、シチュエーションというか設定というか、まあ、それが原型としてまずあったっていう話なんですね。そうですね、はい、でまあ、実際2人が何かしでかしてしまって、うん、でそれを隠して毎日を生きようっていう話はその当時から実際にあって、で鉄くず工場自体も実は僕の友人が鉄くず工場で働いていて、はい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 、で面白いからうち一回来てみなよって映画したら面白いんじゃないって言われて、そこの工場行ったのが、うん、元々のきっかけではあるんですけども、いや、なんか舞台として鉄くず工場ってすごくいろんな意味を持たせることができて面白いなと思ったんですけど、うん、そうですね、なんか本当に見たことないような、もう、うん、
ものすごいでかい UFO キャッチャーみたいなやつとか、はい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 、すごいものがいっぱいあるんですよ。でうるさいし、はい、音もでかいし、はいはい、本当になんか見てるだけで、そこにいる場だけで心がワクワクするような、はいはいはい、そんな場所だったんで、はいはい、これ舞台に何か話を作ったらすごい迫力あるなっていうところからもともとは考えたんですけども、はい、なるほど。僕自身その工場っていうことにものすごい惹かれるところがあって、もともとその商業映画として初めて手掛けたランニングエンピティっていうのがあるんですけども、はい、それも川崎の工場地帯を舞台にして、はい、で、あと短編で、陣内智則さんが出演した映画があったんで、はい、そのちょっと短編なんですけども、はい、うん、で、それはあの、ピーナッツ工場を舞台に飛ばしていて、で、結構その単調な、そういった動きをする、うん、大きなものっていうものに対して惹かれている、いるっていうところもあるんですけども、うん、僕らね、人間も毎日、まあ、いろいろ、いろんな、まあ、いいことしたり、悪いことしたり、人好きになったりとか、いろんなドラマが、あるけども、あの、うん、基本的にはもう毎日毎日日常をあの同じことを毎日繰り返してるっていうことだと思うんですね、うん、それを工場、全く機械と人間って違うものですけども、うん、あの、ある意味対比させながら、実はでもそんなに違わないんじゃないかっていう、うん、あの思いが僕の中であって、で、あの絵的にもやっぱりそのものすごい大きなものの中でそのドラマがあるっていうのはものすごく惹かれるんで、工場を舞台することは多いんですね。で、今回特にあの一番それが最たるものとして作ったんですけど、はいはいはい、もっと根本からガラッと、本当に僕らが生きてる日常ってこういうものなのかっていうところをガラッと崩すようなあの変化の仕方をさせたいなと思って、そういうものは僕自身も映画見たいんで、でそういうところからこの話を作っていったんですね。まあそうですよね。途中で出てくるじゃないですか。先生が出てきますよね。先生が、はい。まあ異質なもんなんですけど、うん、まあ求められてるから存在してるというのも現実としてあって、うん、で、だからその要は気持ちの持ち方というか、その気持ちの変化を起こさせる装置としては、あの先生っていう存在すごい大きいなと思う、うんうん、はい。そうですね、あの本当にあのおっしゃる通りで、まあ言って、まあ、もうここも言ってしまって構わないと思うんですけど、まあはい、ある意味宗教団体のような、はい、自己啓発セミナーのような、うんうんうん、あの指導者みたいなのが出てくるんですけども、はい、あのまあ、正直なんだかわからないものがいきなり出てきて、そうですよね、はいはい、で彼の、まあ、主人公秋元の人生を変える大きなきっかけとなるんですけども、うん、なんかやっぱりその理由があって意味があって、はい、あの何か変わるんじゃなくて、本当になんだかわけのわかんないものに、うん、人生変えさせられるって実はよくあることだと思うんですね、うん、でそれをでも映画の中でやると、で意味がわかんないというか、なんでこうなるのっていう風になるかもしれないですけど、うん、普通に僕ら生きてて意味わかんないことだらけの毎日だし、そうですね、あのそれはもう本当にそのままそういう風な考えで出してみたんですけども、まあ、それはまあ面白いキャラクターとして成立してるかなとは思ったんで、めちゃくちゃ面白かったですね。結局あれなんですよね、あの、谷口と秋元の一番の違いっていうのは、秋元は全然自分のやりたいことを隠さなくなった、うんうんうん、だからやりたいことやってるんですよ彼は。でそれに対して谷口はどんどん嘘をついていくっていう世界になって、うんうんうん、で嘘つけばつくほど闇に落ちていくっていう状況がこの二人の対比になってるなっていうのがすごく思いましたね、はい、そうですね、まあ、あの本当に嘘であったりとか、まあ、あのとにかくごまかしだったりとか、うんうん、あのまあ、結局いわゆる日常、まあ、普段多分僕らもおそらく同じ立場だと思うんですけども、はいはい、自分は自由に生きてきたとは思っていたのにもかかわらず、うん、結局いろんなことに束縛されていって、うん、でがんじがらめになっていくっていう姿を彼の姿を通して谷口の方ですね、はい、描きたいなと思っていて、まあ、その反面秋元はもともとものすごいやっぱ不自由な人生を多分彼自身送ってきたなと思うんですけども、まあ、ある、ね、事件のきっかけっていう、それをきっかけにしていいのかっていう問題ももちろんあるんですけども、うんうん、ただ本当にそれを倫理を超えたところで彼自身は解放されていくっていうものを、描ければなとは今回思っていたんですよね。最後にです、監督からメッセージをいただければと思います。はい、もともと父親が和歌山県出身で、あの関西に住んでて、ぜひね、その、まあ、東京でも始まってはいるんですけども、関西の人たちがいかにどういうふうに見るかというのはものすごい楽しみなんで、まあ、まずは何も考えないで、なんかね、小難しい映画というふうに思われたくはない
で、まずは見て体感してもらえるとありがたいなと思ってますので、皆さんぜひよろしくお願いします。はい、まあ、きっとでもこの作品をレンさん天国から見てらっしゃるんだろうなと思うので、そうだといいですね、本当に、ね、はい、ぜひたくさんの方にも一緒に見ていただきたいなというふうに思います、はい、それでは今日は夜を走るの監督、佐向大監督のインタビューでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということで、まあインタビューだったんですけど、どうでした、どうでした。すごいですね、なんか、ね、工場大好きなんだなじゃなくて、いやもうね、多分ね、俺も喋りながら、うん、きっと好きなんやなと思ってて、UFO キャッチャーって言ってるあたりがすごいなって、ね、はい、思いました。そう、鉄くず工場、そこで撮ろうと思うのがすごいなって。あのね、だからね、もういきなり導入部分でその鉄くず工場に入ってくるとこから始まるんですけど、もうそれがね、ああなんかこの鉄くず工場の中に入っていくって感じがするの。音の付け方がもう外はそんなでもないんだけど、中入っていったらすんげえ音するみたいな、ね、もうそのあたりがもう、あ、この監督すげえ、この場所をすごく見せたいんだなって、ね、はい、すごくよくわかる作りをされてて、はい、まあ、でもそれがね、なんかちょっとね、意味合いを持ってるんじゃないかなっていうふうにも見えるので、なんて言ったらいいかな、人間の縮図というか、この、ドラマのその なんかこの、設定しているものを、まあ、ちょっとこうメタファーとして入れてるんじゃないかなっていうふうにも見えなくはないんですよね、はい、まあ、そういう楽しみ方もできるんじゃないかなとは思います。これがですね、じゃあ17、昨日からですね、テアトル梅田とアップリンク京都で、上映が始まってまして、明日からがシネマ公演かな、はい、になってますので、こちらをぜひご覧になっていただきたい。まあ、先週紹介した恋愛準々決勝戦がちょっと今日と明日と2日間シアターセブンでやってるんですけども、はい、こちらの夜を走るもテアトル梅田と、アップリンク京都 でシネマ公演の方で、やっておりますので、こちらも、ぜひ、ご覧、はい、ということで今日のゲッチャーイということで、エンディングなんですが、はい、もうね、どうやってカットしたらいいんやろうと思うぐらい出てます、はい、なのでもうしょうがないんで、そのまま楽しみたいと思います。なんかすごくない、なんかすごいことになってない、立体具合がなんかひどくなってるというか、すごいことになってる。マシマシになってすごいよ、すごいですよ、竜もすごいしさ、やばいよ、これ、ね、はい、このパフォーマンスはどこで見るの？そうですね、まあ、大体一番よく出てるのは、はい、繁盛亭、繁盛亭さん、はい、繁盛亭っていうね、はい、この寄席をやってるところがありまして、はい、まあ、そこの大体昼席に出演してることが時々あります、はいはい、大体私がまあ学生なので、はいはい、長期休暇の時でしか出れないので、そうやね、大体なんかこう春夏、はい、あと冬と、はい、のちょっと休みがある時に次夏はやってるかもしれない、かもしれないですね、はい、なるほど、はい、調べよう、まあまあまあ、またはね、いろんなパフォーマンスのあれがあったりとかしたら、そうですね、そこでもやってるかもしれない、はい、まあ、なんか展覧会っていうか展示会みたいなのも、ね、そうですね、多分今度6月の、はい、後半から7月の頭ぐらいに、はい、古生物展っていうのを、はい、中崎町のあたりでやっておりますので、古生物100体作る、100体今絶賛制作中なので画家のね、キャンさんっていうね、はい、水墨画で恐竜描いてる方がいて、はい、その方とコラボで僕が切ったやつに、うん、すごい、コラボ作品を100体、なるほど、それ見応えありそう、すげえおもろいことになってると思いますので、はい、もしよろしければ、はい、古生物同好会っていう、同窓会、同生物同窓会っていうタイトルでやってますので、はい、もしよろしければ、はい、いただけたらなと思います、はい、ぜひ皆さん行ってあげてください、はいはい、ということで、なんかすごいものを見せていただいたという感じでもう今日はこのまま終わりたいなと思います。はい、それでは皆さん、今日もどうもありがとうございました。はい、さよなら。